今回紹介するのは「新説オオカミと香辛料オオカミとヨウヒさん」という本です。聖職者志望の青年頃の旅の連れはお嫁さんにしてほしいと迫ってくる県オオカミの娘ミュウリ海賊の島から出た二人は 嵐に巻き込まれウィンフィール王国の港町レザレフにたどり着く教会が機能していないその町でコルは白明の数奇教と呼ばれまるで救世主のような扱いを受けることにそしてコルはミュウリの求愛に向き合うべく自らを兄様と呼ぶことを禁止し関係を変化させようとするのだったそんなコルたちの前に イレニアと名乗るる商人の娘が現れる彼女はなんと羊の化身でありある大きな計画に協力してほしいと持ちかけてきて全2巻は宗教絡みの価値観や権力闘争にいまいち入り込めなかったものの今巻は宗教より騙し合いがメインになりとてもスリルがあって楽しめました。新キャラも読む前は どうせ三角関係でも演出するんだろうまとな予想をしていたのですがいい意味で予想を裏切ったキャラクターでした前作名前だけたびたび登場していたあの化け物がついに話の本筋に絡んできたのも良かったです気が早いですが次も楽しみにしています以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。